私たちはいいつつもカロリーににて耳にしますこのクッキーは何カロリーか100回の跳躍運動や長距離走早歩きで何カロリー燃えるのかところでカロリーって何必要なカロリーはカロリーは体のエネルギー収支を把握する手段でエネルギーの摂取量と消費量がほぼ同じであれば適切なバランスです。 もし体の燃焼よりも多いエネルギーを継続的に摂取すると徐々に超過分が細胞内に脂肪として蓄積され体重が増えます。補充よりも多いエネルギーを燃焼すれば体重は減ります。そのため摂取し使ったエネルギーを測定できなければなりません。そこではカロリーといいう単位を使います。 食べ物に対し用いられるキロカロリー、大カロリーは 1kg の水温を一度上昇させるのに必要なエネルギー量と定義されます。すべての食べ物にはカロリー含有量があり、化学結合として蓄えられるエネルギーを表します。ピザ1枚は平均で272キロカロリー、パン1枚は78キロカロリー、りんご1個は52キロカロリーです。 消化によって化学結合、エネルギーが解放され、体がエネルギーを必要な時に分解できるような他の分子に蓄えられます。エネルギーは3つの目的で使われます。10%は消化のため、20%は身体運動を、70%は臓器や組織の基本機能を支えるためです。3つ目の用途は基礎代謝率。 何も食べず、動かず、生存だけに必要なカロリーに相当します。身体運動や消化活動分をいくらか加えて、平均的な人が1日に必要なカロリー数を公式な目安で示します。女性は約2000キロカロリー、男性は約2500キロカロリーです。この概算は平均的な体重、運動量や筋肉量などの要素に基づいています。 では、約2 0 0 0キロカロリーはすべての人に望ましい摂取量でしょうかそうとは限らず、ツール・ド・フランスの自転車競技など、エネルギーを多く使う活動では、毎日9 0 0 0キロカロリーを消費することもあり、妊娠中には通常より少し多くのカロリーが必要で、一方高齢者は基礎代謝率が低くなり、エネルギーがゆっくり燃えるため、カロリーは少量で足ります。他にもカロリーの計算前に知るべきことがあります。 栄養成分表示でのカロリー量は食物が含むエネルギー量で実際に摂取できるカロリーとは異なります。セロリや全粒小麦などの繊維質の食物はより多くのエネルギーが消化に必要なので1 0 0カロリーのセロリから得られるエネルギーは1 0 0カロリーのポテトチップから得られるエネルギーよりも少なくなります。また食べ物の種類によりタンパク質やビタミンなどの栄養が豊富なものと少ないものがあります。 栄養の乏しいものを食べすぎると肥満だけでなく栄養失調になります。また同じ食べ物であっても人によって同じカロリーを得られるとは限りません。酵素の量や腸内細菌、腸の長さの違いなど各自が同じ食物から得られるエネルギーは少しずつ違うためカロリーは有益なエネルギーの指標ですが個々に必要なカロリーを正確に計算するには 運動量や食べ物の種類エネルギーの処理能力まで考慮しなくてはいけませんこれら全てが栄養成分表示でわかるといいですねチャンネル登録をお願いしますそこに新しい学習のチャンスがあります